歯医者さんのつぶやき。小池デンタルクリニックの小池です。さあ、12月になりましたね。本当に年の瀬っていう感じで、ここから出発っていうんじゃなくて、1年としてはこう終わりに近づいていくとは言っても、まあ仕事してる人にしても学生にしても1年の区切りってどちらかというと年度単位みたいな形でね、3月が決算だったりとか3月から4月の間の方がなんか区切りみたいな感じがしなくもないと、冬休みっていうのが来るだけのなんかそんな感じにね、しなくもないんだけども、やっぱり年末年始っていうのがここでやってくるわけで、この年末年始をね、やはりなるべく楽しく過ごすために今からちゃんと準備はねしっかりしておきたいところですよね。これは口の中に対してもそうですよっていう、そういうこうつながりになってくるわけですが、さて、どうしてもね年末になってくるといろいろ忙しくなってきます。忘年会とかもそうですが、新年会とかもそうですが、結局食べることも忙しいっていうのもありますけれど、まあ、お仕事自体もやっぱり年の瀬とかそういうのいろいろ忙しくなってくる。だからなんだかんだで仕事もプライベートも年末ってね忙しい人やっぱり多いんじゃないかと思います。そうした中でね、例えば突然歯が痛い、ね、口の中で何かあったっていう時に即座に対応できますかって言われると、歯医者に電話をしてみた、だけども今日はいっぱいで急患対応しか見れません、ね、しっかりした治療だったら、明日もしくは明後日の何時ぐらいからがうんぬんかんぬん言われました、ところがそこはまた予定があなたに入ってますっていうような感じでね、うまく予定が勝ち合わないってことはやっぱり出てくるかもしれない。また年末年始やっぱりそういった時期を狙って歯医者さんに来る人たちだってやっぱりいるわけです。って思うかもしれませんが、学校が休みの時期とかに治療しておきたいっていう場合もありますし、遠方に行かれてる学生さん、大学生とかね、地元に戻ってきた時に今まで見てくれてる先生のところね、面でやってもらおうとか、そうすると年末やっぱりそういった部分で人が増える、そういった場合もやっぱりあるわけです。そうすると自分がいざ痛いって思った時にいざ駆け込もうとしても予約がちょっといっぱいでなんてことも場合によってはあり得ると、そういったことを考えると痛くならないようになるべく準備をしておこうっていう方がね、賢いんじゃないか、僕的には思うわけです。じゃあどういうふうにすれば痛くないように、迎えれますかっていうなると、やっぱりあらかじめ歯医者さんに行って今の口の中の状況をしっかり確認し、そういった、何か起こりそうな部分があるのであれば早期発見、早期治療、先手でもって対応しておく。それによってなるべくね、絶対とは言いません、やっぱり人間の体なんで、ただ、そういった、起こってほしくないこと、歯の痛み、しみるとか痛み、こういったものがなるべく起こらないようなそういう方向に、先生と一緒にね、頑張っていく、年末年始大ごとにならずにクリアしていく、そういうになればやっぱりね、美味しく物も食べれて仕事もはかどるしっていうような形になってくると思うんでね、ぜひね、今これを聞いてる人いれば、ね、この年末忙しい時に歯医者なんか行ってられるかなんていうふうに思うかもしれませんが、逆に本当に痛くなってから治療しようとすると1本の歯に対してかかる治療の回数がすごく回数が多くなっちゃって、場合によっては数ヶ月なんてことに1本の歯にかかる場合があります。でも今痛くない状態で治療するんであれば、ね、痛くないんだけども検査をしたら虫歯が分かった、そういう状態であれば大ごとにならずに済む確率がやっぱり上がります。場合によってはもうその日に削ってそこで詰めればそれで終わりであるっていう場合だって、確率は上がるわけです。ですから、早期発見早期治療、体の他の部分でもそうですが、自分が痛いと自覚してない、ね、何も困ってない、そういう状況でもやはり病気っていうのは進行している、そういう場合がありますので、そういったものを先手先手で見つけて症状がむしろない段階にちゃんと手を打っておくことで大ごとしないで済む。早期発見早期治療、これは口の中、これも当てはまりますので、ぜひ、年末年始を迎えるためにも今、むしろ今ちゃんと歯医者さんに行って、そういったバタバタしないようにね、気をつけていただければと思います。いい笑顔で、年末年始、みんなで迎えましょう。それでは今日はこの辺で失礼します。最新設備を使用した
上質な治療をあなたに。福山市江南町小池デンタルクリニック、電話 084-983-0418。